トッテナムホットスパースタジアムはイングランドのロンドンにあるサッカー専用の競技場。プレミアリーグに所属するトッテナムホットスパー FC のホームスタジアムである。収容人数は公式ページによると62,850人となっている。一番の目玉となるのはプレイヤーズトンネルにほど近い年間9,000ポンドの 特別シートで、このエリアにはガラス張りのビューイングエリアも兼ね備えられ、選手たちがピッチに入場する際に通過するトンネル、プレイヤーズトンネルを見ることもでき、普段は見ることのできない選手たちの試合前、試合後の様子まで間近で感じることができる。さらにミシュラン製付きレストランの食事付き、1試合だと339ポンド。さらにビール醸造所とベーカリーが設けられ、 年間およそ100万杯のクラフトビールが作られる予定。当初は2018から19シーズンから使用予定であったが、テスト段階における安全上の問題から延期となった。クラブショップが2018年10月23日に先行して開業。スタジアムは2019年3月24日の U-18 サウサンプトン線。 同30日のインテルミラーノとのレジェンドマッチを経て4月3日にクリスタルパレス相手のリーグ戦で初めてトップチームの試合に使用された。トースタジアムにおける初ゴールは j ニール・ベネットトップチーム戦における初ゴールはソン・フンミン。最寄りは約200メートル離れたロンドンオーバーグラウンドのホワイトハートレーン駅であるがロンドン地下鉄やナショナルレールの駅も 利用可能。また近くのバス停では5路線が利用できるほか、スタジアムから2路線のシャトルバスが運行されている。ありがとうございます。